こんにちは。食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県由利本荘市八島にあるクーロンさんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。実は今回は珍しく突撃アポなしになります。正直とっても不安ですが行くしかありません。撮影交渉はお相手がいるものなので何回やっても緊張します。ダメ元です。すいません、はい、あ、こんにちは。突然来てあれなんですけど、動画とかって撮っても大丈夫なんですかね。 YouTube とかにやってるんですけどいいですか。じゃあお願いします。はい、 OK、 いただきました。ほっとした。クーロンさん、突然のお願いに OK いただきありがとうございます。店内はすごく広いです。お座敷席はもちろんテーブル席もあります。昭和の食堂って感じですごく雰囲気がいいです。私たちはテーブル席に座りました。水はセルフサービスです。いつものように女房さんにお願いします。それでは早速メニューを見ていきましょう。中華食堂クーロンさんのメニューはこちらになります。ラーメン500円は安い。麺類、ご飯物、丼物、一品料理、セットなどよりどりみどりです。もちろんこの中から選びます。クーロンさん人気の3ラーメンに決めた。600円って安すぎませんか。カエルの女房はエビチャーハンに決定。今日は全国チャーハン研究会の会長として訪れているようです。いつの間にか私が副会長で、全国組織なのにメンバーは私たちしかいないとのこと。皆さん、チャーハンは好きですか。あなたの大好きなチャーハンをコメント欄にて教えてください。いろんなチャーハンを食べてみたいんです。よろしくお願いします。会長からもお願いします。静かに着弾を待ちます。はい、いただきます。本日は秋田県由利本荘市八島にあるクーロンさんにお邪魔しております。今日は全国チャーハン研究会の会長としてエビチャーハンを注文したカエルの女房です。改めましてよろしくお願いします。お見事、いや参りました。これは美味しい。中華食堂さんのチャーハンってやっぱり間違いないんですね。まずはこの見た目です。色合いがとっても綺麗ですね。エビちゃんは入っていますが、ピンクの色を飾るのはかまぼこなどが代表格と位置づけております。それに何ともこの香ばしい香り、やはり火力が重要なんでしょうかね。チャーハンってお店によって具材も違うし、作る人によって微妙に違うものができるところが面白みのあるところですよね。人によってパラパラがいい人もいれば、しっとり系がいい人もいる。私はどちらかといえばしっとり系が好きなんですけど、チャーハン研究会会長から言わせていただきますと、パラパラ系かしっとり系の二極化で片付けちゃうのがとってもナンセンスなんですけどね。知らんけど、すみません、語りすぎちゃいました。チャーハンのことになるとちょっとムキになっちゃう癖があるんですよ。あしからず。食用アマガエル、はい、いただきます。いただきます。まずはスープから見ていきましょう。これが三ラーメンですね。とろみのある醤油スープといろんな野菜たちにあんがかかっています。すごく食欲をそそられます。
麺は中太の縮れ麺でしょうか。あんがよく絡んで、これまたうまそうだ。やだら梅、やっほー。やけどに注意しながら、ゆっくりと食べていきます。アポナスと申しました通り、今日ここで食べる予定はもともとなかったんです。実はさっき昼前に由利本荘市岩木にある喜怒哀楽さんで例のラーメンを食べてきたばかりなんです。今日はなんかいけそうな気がするってことで、八島経由で帰る途中にここに寄ってみたということなんです。連食です。無理はしてませんよ。なぜか普通に食べてもお腹いっぱいにならないんです。普段は腹八分目くらいで抑えています。今日は週に一度の撮影の日ってことで張り切ってしまいました。そう考えるとエビチャーハンを半分食べた私は結構健闘している方じゃないでしょうか。50前のおっさんが本当に食べ過ぎですよ。アマガエルは最近腹筋したりウォーキングしたりかなり気にしているようですね。久しぶりに会った人に太ったと言われたことがかなり効いているのかな。そりゃお酒飲んでラーメン食べまくってれば太るに決まってるんじゃないかな。なかなか耳の痛い話をしてくれるじゃないか、女房さんよ。今チャーハンを食べることに集中しているんだ、女房さんよ。もうこれ以上食べることができないんじゃないか。そうね、あとはお任せいたしますわ。サンマーメンのサンは新鮮でシャキシャキしたという意味、マーは上に乗せるという意味があります。つまり新鮮な野菜や肉をさっと炒めてシャキシャキ感のある図を麺の上に乗せることからサンマーメンという名前が付けられたということです。クーロンさんの営業時間はご覧の通りです。定休日は毎週月曜日です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。ごちそうさまでした。食用アマガエルチャンネルはラーメン店さんからの撮影依頼を随時受け付けております。食用アマガエル公式ツイッター、インスタグラムのダイレクトメールよりご連絡ください。お待ちしております。